3、2、1。はい、このメニュー。どうも、バーチャルチューバーのチキチキゴリラです。イラストだけ用意したバーチャルチューバーに中の人のデザインを用意して、最強バーチャルタレントオーディション曲、なる企画が話題になってまして、バーチャル孤独、なんていうあだ名で呼ばれてたりするんですが、そこで聖杯戦争を引き合いに出されたら黙っちゃいねえ。バトルロイヤルものというとハードで過酷なイメージあるもんな。結論から言うとですね。ヘブンズフィールエミヤ素人マッシュ、キリエライトって、聖杯戦争で戦いたくない、ですよ。ヘブンズフィールは特にエミヤ素人が、イリア、サクラと戦いたくない、ことがテーマなんですよ。特に第2章は、イリアがキリツグの娘だとシロウが知って家族になりたいと思う距離感。それ以上に桜の真実にシロウが打ちのめされかかる話だしな。シロウが聖杯戦争を基本否定するやつだから、フォローアタラクシアやエミヤご飯のようなナイフもあり得るんですよ。FGO さんがどうなるかわからないけど、ライター同士での監修が行き届いているなら、アクタヒナコさんとできれば戦いたくないという偽善を押し通そうとするパターンの流れが来る。そや根っこがアマちゃんだったオフェリアとあんな死別してれば、できれば戦いを避けることを望む気はするよな。聖杯戦争は特に生き残ってしまったことの責任の方が重要だと最近思うんですよね。それこそウェイバーやジークくんがそれぞれの戦いを終えた後に、責任果たそうとしてるのを見るとね。2018年の FGO コラボだけでも、生き延びてしまうことの罪悪感と責任のようなものを感じるな。岸波さんも、ムーンセルに身を投じて消えることで責任を果たそうとしたけど、BB がその結末に待ったかけたせいか知らないけど、なんか生き延びてしまって、エクステラシリーズだと、アルテラの面倒を見たり生き延びた責任を果たそうとしてたりするように見えるんですよね。一人生き残ってしまったことに罪悪感を背負いながら生き続ける。今のところフェイトの聖杯戦争は、最終的にそういう人間しか勝てません。人類悪の一つだと。アンリミテッドブレードワークスアニメでポロッとギルが、不雪の汚染大聖杯を人類悪、と呼んでるんだぜ。FGO の聖杯もどんなもんか知れたもんじゃないですけどね。美少得意点から聖杯作るそうですし、そして、ただ一人だけ生き延びてしまうこと、を悲しいことだと否定する存在。今でいうところの反人類史の総意の代行者を、正義の味方、と呼ぶのでしょう。第四次聖杯戦争で、生き残ってしまった負い目で精神が壊れかけているからこそ、バトルロイヤルを否定する、正義。特にヘブンズフィールって、シロウがイリアとサクラが背負い込まされたものに対して肩入れし続ける話ですから、本来、敵であるマスターに対して、リンのように同盟じゃなくて個人的な動機として味方になるというところに、ヘブンズフィールのテーマの転換がありそう。バトルロイヤル、は、もうやめようっていうのがヘブンズフィールですから、そして FGO の今までの流れからすると、FGO 2部3章も倒したくないない、という信念が入ってくる気がするんですよ。そもそも空想樹全部ぶった切って反人類史が元に戻るなんていう保証もねえしな。あと桜とひなこって、どちらもメインサーバントがライダー、ですからね。シロウに聖杯戦争による魔術師を倒すことの悲しさを思い知らせて人間に戻せたのが、ステイナイトの時点だと桜だけだったように。ひなこも、ヘブンズフィールルートに通じる展開とかちょっと期待してますね。ライダー。ライダー。元はアナちゃん。結論としては、フェイトはバトルロイヤルを否定する話。敵の味方、になりたいと願う話。ヘブンズフィールはそういう視点でシロウに共感、すれば理解できると思いますし、FGO 2部3章でも、ライダーマスターの味方、するなら、それはそれで裏フェイトらしい展開なので、むしろ、その甘さを楽しんでほしい。しかしライダーのマスターのヒロイン率の高さはなんだ。ドレイクと組んでたエクストラ新人も、白脳の人格形成に相当な影響を与えてますし、ライダーマスターは重要な役どころにいるキャラが多い気がします。ライダーに守護られるその女と戦いたくない。エミヤ素人とマッシュ、キリエライト。二つの願いが一つになるその瞬間を奇跡だと叫んで、聖杯戦争は一人生き残って百発する話じゃないですよ。思わず語らせてもらいましたぜ。そろそろ終わりにしますぜ。
ご視聴ありがとうございました。